どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日のガズレレレッスン動画はですね、ちょっとスペシャルバージョンということで、進めていこうと思います。どんなことかというと、結構大好評いただいております、このガズメロというシリーズがあります。ガズメロっていうのは一体何かというと、世界中の名曲たちの主旋律のメロディーをウクレレでこうね弾くというより歌ってもらう、ウクレレに歌ってもらうってことですね。主旋律のメロディーをこう弾いていく、こういう企画が今スタートしているんですけど、そのね、ガズメロのフレーズがもっともっと輝く素敵な裏技を3つここで深掘りしてご紹介していきたいと思います。さあ濃厚にやっていきますよ。ひとまずですね、普段だとというか通常ですとというか、このガズレレ YouTube チャンネルは弾き語りでどんな方でもすぐ簡単にね、あっという間にウクレレ楽しくできるから、みんな始めようよということがね、まあ大前提になってるんで、この動画初めて見た方はまずですね、音楽始めましょう。ガズレレで弾き語りで始めたらほんと楽しくすぐできますからね。概要欄に始め方、載っけとくんで、そこでちょっとお勉強して、いろいろ体験した後ね、このガズメロもやってみてくださいねということなんですけど、さあさあもう早速ですね、始めていこうかなと思うんですけど、ガズメロっていうのはすなわちこの単音のメロディーなんですよね。みたいな感じ。これって今さらっとガズ弾きましたけど、この中にも実はですねテクニックがいっぱい入っているんでございます。これをね今から分析していこうと思うんですけど、まずスライドとハンマリングオンプリングオフビブラート、この3段階、この3つをミックスしたらすごく素敵に輝くメロディーが弾けるようになります。ウクレレのメロディーを単音で弾くときにはこの3つはですね絶対にマスターしておいた方がいいぞということで進めていきますよ。まずはスライドから始めていきます。これはもう読んで字のごとくなんですけど、スライドってこう滑らせるってこと、スライドさせるってよく言うでしょ。これをやります。まずじゃあ簡単な練習方法として1弦の3フレットと5フレットでやっていこうと思うんですけど、まず3から5フレットに上げるスライドやってみましょう。まず1弦の3フレットを押さえる。まあ、今回じゃあまず薬指でやってみましょうか。ちょっともうちょっと近づくかな。はい。1弦の3フレットで、5フレットまでこうスライドを滑らせたいんですね。ちょっとやってみましょう。いきました。いきました。これね、3弦の時1回しか右手弾いてないですからね。わかる？はい。で、この時に今ちょっと突っかかっちゃったんだけど、これじゃダメですね。突っかかってますね、これ。これじゃなくて。すぐ、ねらーん、この、すらーんとこう滑るのがいいんですよ。で、これが、まずちょっとどんどん深くなりますからね。この今の滑らすのも2つ、ガズレレの、レクチャーによるとですね、この、例えば C のコードを握るときに、親指が出ている人と、下にある人、ネックの後ろ側に C がある人。これガズレレ的には、こういう風に押さえて、ここにスペースがあってコードを押さえる人のこと、親指がネックの後ろにこんな感じにある人のことを、クラシックフォームと呼んでいます。親指がここで出てて握り込んじゃうタイプの人を、ロックフォームと、風に呼んでいるんですけど、このロックフォームとクラシックフォームでちょっとやり方がね、まあ当然ながら変わるわけです。まずロックフォームから、ロックフォームの人っていうのはこう握ってる、ガズはロックフォームなんですね。握ってるじゃないですか。そしたらこの握ってるここ見ててね、この辺をいいですか？わかる？ここ全然動いてないの。ここを起点にこう押し出してあげてる感じです。ちょっとわかる？これがんーっと伸びてるわけで、ね、ここを起点にしてこうグッと押してあげる感じ。ロックフォームの人はこれがいいですね。じゃあ型やクラシックフォームっていうのはこういう風になってるわけですから、さあどうするかというと、基本的には同じなんですけど、今度は親指の、ここが、支点、力点みたいな、ここは動かずに、ここから押してやるわけですね。こう、わかる？親指は動いてなくて、3フレットか5フレットでこう、スッとスライドさせてる。同じです。出る音は一緒。どっちも。はい。なんで、どっちの押さえ方がいいですってことはないんですけど、スライドっていうのはこういうことになってるんだよということで、ちょっと練習してみましょうか。ゆっくり。3フレットから5フレットに上げます。せーの。はい。はい、音がこう伸びているのがポイントですよ。はい、その時に5フレットに行った時にちょっとでもフレットに行き過ぎちゃうと音が響かなくなるから、まあなるべくここのところにとどめておいてください。このお部屋の中に、5フレットのお部屋の中に指をとどめておく。もう一回、せーの。はい、クラシックフォームで、これはどっちでもいいですよ。皆さんが押さえるスタイルでいいですからね。はい。これが、まず、入門ですね。じゃあ、その次、もう一個のスライドは、今度、下げるってやつがある。
1弦の5フレットから3フレットで下げてみましょう。これですね。はい。これロックフォームだったら同じで、ここは動かずに、ここを中心にして引っ張ってあげる、こっちに。こっちに引っ張ってあげる感じですね。で、クラシックフォームでも同じで、親指は動かさずに、ね、親指、全然動いてないじゃん。はい。はい。上にスライド、下にスライド。こんな感じになります。ちょっと練習として、上に上げて、下に下げてってやってみましょうか。せーの。どう？できる？これできますかね？ちょっと場所変えてみよう。気分を変えて。じゃあ2弦の5フレットと7フレットでやってみましょう。今度指を変えようかな。さっきは薬指だったけど、今度は中指でやってみましょう。これいろんな指でできるといいですよ。せーの。今ロックフォームでやってますね。次はクラシックフォームにしてみましょう。音は一緒、当然ながら。はい。これがまあね、スライドの基本になるかな、練習の基本になるかなというふうに思うんですけど、ちょっと練習のフレーズを考えてみました。タブフーです。このタブフーの読み方もね、ガズメロやってる人はもう、バッチリわかると思うんですけど、一応これ、解説の動画を概要欄に貼っときますけど、一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦ってなってて、数字はフレットの数です。なんでここ一番上、1弦の3、5、3って書いてあるでしょ？今のやつをやるわけです。ダラン、ダラン、これでいいです。一番上のフレーズは、3、5、3って書いてあるけど、3、5、5、3、こんな風に練習していくといいと思います。じゃあ続けていきましょう。3、5、5、3、5、7、5、3、次、2弦の、3、5、5、3、次、3弦の、2、4、4、2、0。このフレーズをちょっと練習用に考えてみました。超ゆっくりやってみます。こういうのでだんだん脳トレが始まりますからね。いきます。いきます。最初1弦の353から1弦の575です。せーの。はい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 。どうですか？今度指変えてみましょう。今は、どこの指でやったんだっけな。次、薬指でやってみよう。せーの。あ、指が変わっちゃった。変わっていいですよ。はい。どの指でもできるのがいいと思います。3弦は今人差し指で。はい。この辺のどの指でもできるようにしとくといいんで、わざと、まあ、最初は全部一つの指でもいいかもしれないし、それぞれちょっと考えてみてください。ガズさんは、通常だと、まず1弦は薬指ですね。その次、2弦で中指。3弦で人差し指。この練習フレーズ結構よくできてるフレーズだと思うんですよね。ちょっと、しばらくやってみましょうか。せーの。はい。はい。あ、今人差し指になった。3。はい。うん。2弦で今人差し指になりましたね。もう一回。慣れてきたかな。3。はい。はい。ガズさんも弾くたんびに指が違うって感じなんで、まあ、この辺の指は別にこの指で弾きなさいってことじゃないんで、皆さんの弾きやすい指でいいと思います。このどの指で弾くかを考えるのも一個ね、こういうメロディ弾くときの一個面白い、価値観なんで、それもちょっとね、合わせてやってみてください。で、さらに、この後、もうちょっとすごい技を繰り広げると、こういうのがあります。一回のピッキングで、わかる？行ったり来たりするの。一瞬ですよ。ね、これは結構高度ですけれども、こういうのもいずれできるといいですよね。一応デモ演奏しておきます。せーの。はい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 、こんな感じですね。もうちょっとノリよくやってみましょうか。せーの。なんかかっこいいフレーズになっちゃった、これ。はい、今のはちょっとこれ結構高度なテクニックですけど、音がねずっと響いてないといけないから。はい。こんなのがスライドになってます。で、これが基本
だと思っといていただいていいと思うんですけど、よくあるのは、フレーズが始まるところの一番最初の音をスライドで持っていくっていうのがありますね。ちょっと応用編ですけど、じゃあ例えば、2弦の8、5、7っていうフレーズがあったとします。なんか、桜みたいな、なんか、咲いたかみたいなメロディーだとすると、2弦の8フレットのところに、わかる？こういう技があるんですよ。これもスライドですね。メロディーの始まりのところの最初の音を、みたいな感じで、スライドで、っていうのがあります。ちょっとこの練習してみましょうか。2弦の8フレットと1弦の5フレット、1弦の7フレット。このタブ譜の通りで。最初、グリスアップとか言いますけどね。こういうのもスライドの一つの仲間です。せーの。8、7。これグリスサンドとかなんかいろいろ言いますけど、これスライドの仲間なんですけど、こういう時はですね、グーンってやって、だいたい8で止まらず行き過ぎちゃうっていう、ね。まず皆さんそうだと思います。こっちもずる。要は、さっきみたいに支点力点みたいな中心がないから、だってこれこっちも一緒に動いてるでしょ？さっきはここ止まってってことを押してたんだから。で、こういう時は、もうね、慣れしかないです。ガズさんの場合は、俺はここに絶対たどり着く。決意を持って、行きます。そうすると。ほらね。ね。油断すると、ってなっちゃいます。これはかなり高度なテクニックですけど、いずれこういうのができると歌い出しの時とか、これがすごくな味が出るんですよ。はい。これがスライド編でございました。さあ、どんどん行きましょう。次、ハンマリングオンとプリングオフ。これがちょっと今日一番、まあ、奥が深いかなって感じですけど、同じフレーズでやります。まず、まずフレーズ気にせずに、1弦の3フレットを押さえてください。で、また5フレット。3フレットと5フレットのフレーズなんですけど、ちょっと3弦、1弦の3フレットで1回弾きますよ、右手。その後に、はい。右手は弾いてないんだけど、左手でこう叩きつけてます。わかった？はい。これがハンマリングオンです。はい。クラシックフォームも、こんな感じです。ガズさんの音よく聞いてて。音がするでしょ？これ叩いてるだけで。結構ハンマーみたいにスポーンと叩いてます。ね。音が伸びてる。右手は、ほら、一回しか弾いてないでしょ？さっきとちょっと似てますね、スライドと。さっきは、だったのに、今度は弾かずに、叩きつける。これがハンマリングオンです。もう読んで字のごとく、ハンマーみたいにして、指をパターンとこう、ハンマーみたいに叩く。で、今度はプリングオフなんですけど、今度、1弦の5フレットと3フレット、こんな風に押さえておいてください。指を、1弦の5と3をね、まず5を押さえておいて、今度は反対に5と3に行くんですけど、5で1回ピッキングします。右手で弾きます。で、今度は、引っかいて離す。これ引っかいて、下にちょっと3フレット押さえておいてください、こっちは。で、5の時に、引っかいて、こうやって、5フレットで弾いたら、はい。引っかいて。これが、プリングオフです。プリングって言うと引っ張るだからね。引っ張ってオフにする。で、ハンマリングオンは、ハンマーのように叩いて、ドーンとオンする。乗っける。で、今度は引っかいて離す。プリングオフ。これで、一応解説なんですね。そうすると、まず、ダラン、ダランですよね。さっきのスライドと同じフレーズです。ダラン、ダラン。まずこの練習しましょう。まず、ゆっくりいきますよ。せーの。右手は1回ずつ。で、これは結構初心者の人は指がね、結構これ痛くなるかも。これね、もうパターンと叩きつけるっていうのは結構ね、叩きつけて音をさ、継続させてるんですよね。左手の指だけ。だから指の、力っていうかね、瞬発力ですね。これ、パタン、パタンって、このガズさんの音を聞いてください。このぐらい叩く音聞こえてるでしょ。ハンマーみたいに。スポーン、スポーンってこう、なんつうのかな、パーン、パーンってこうね、なんか、これがね、結構、聞きますね。これ弾き語りではこういうのなかなかないですよね。じゃあもう一回ちょっと練習。せーの。3、5、5、3。はい。こっちの方がスライドよりちょっと難しいかなと思うんですけど、まあでも、
あ、こういうことかって分かっちゃうと、ちょっとね、やっぱ経験値がね、長くやってるとね、だんだん自分のものになってくるんで、最初は全然できないかもしれない。だけど、そういう風になっているんだなということだけ学んでください。じゃあちょっとさっきのフレーズで、今度は、ハンマリングオンとプリングオフで練習してみましょう。いきますよ。ゆっくり。せーの。はい。ってことです。今最後 C 弾きましたけど、ね、もう一回せーのーせーのって感じになります。そしてさっきのスライドと同じように、今度1回のピッキングでこういうのできるんですよ。わかる？1回弾いたらハンマリングオンした、ハンマリングオンしてそのままプリングオフ、見て、1回しか弾いてない右手、すごいでしょ。これでやってみましょう。これ結構すごい技ですよ。せーのー、おー、はい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 、せーの、はい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 、ゼロ、はい。これできたら結構すごいですね。じゃあ一番こんなことは難しいであろう、デレレンデレレンって早く言います。せーの、ツースリー、まあこういう地道な練習ですね。もう一回。2、3、こんな感じでございます。はい。スライドとハンマリングオンは、この二つを混ぜるだけで、かなりね、いろんなフレーズ輝きます、ということでございます。まずここは基本中の基本なんでね、ちょっと、何回か練習してみてください。で、こっから、ちょっと面白いかということになるんですけど、ビブラートというのが始まります。あ、その辺でちょっと一回休憩です、皆さん。こんな感じでこう、体を緩めてですね、こう、つって、多分ね、今ね、カチカチになってますから、ウクレレやる、緩めておいてください。体を緩めて、やっていきますよ。じゃあ、ビブラートね。ビブラートっていうのは、まあ、じゃあ、2弦の8フレットでやってみましょう。ロックフォームのビブラートは、こういう動きなんです。わかる？こういう風に動かしてます。このフレットに弦をちょっと押し付ける感じ。上と下に。こういう動きなんですよ。すごいでしょ。これも、ここが中心になって、ここを中心にして、支点力点みたいな感じで、こういう風にビブラートかけてます。わかる？フレットが擦れる音が、聞こえるかな？こんな感じなんですよ。フレットにこう押し当てて、フレットの上をこう行ったり来たり滑らしてる、こういうのが、まあロックフォームではこれがビブラートです。で、じゃあクラシックフォームっていうのはどうやってビブラートかけるかっていうと、これ皆さん結構見たことあると思う。これですよ。バイオリンを弾く人のビブラートってこういう風になってませんか？これをやるわけです。クラシックフォームっていうのは親指が こっち側にあるわけだから、じゃあ同じように2弦の8フレットでやると、こうですね。面白いでしょ。このフォームによってビブラートが変わります。はい。これクラシックスタイルのビブラートですね。ビブラート、クラシックフォームはこういう向きで弦をこう、こっちに押したり、こっちに引っ張ったりしながら、こういう風に向きがこうなるわけですね。で、かたいロックフォームのビブラートっていうのは、ね、こういう向きになるんですよ。なんでこれどっちが正解っていうんじゃなくて、もうそれぞれの、プレイスタイルです。ロックフォームはもうこういう風ですね。で、ちなみに、これ、クラシックフォームはこうでしょ。で、バイオリンのビブラートってこんな感じで見たことないですか？こうやって持って、こうやってやってる、よくね、こういう風に動いてるじゃないですか。はい。で、ロックの人っていうのはこの延長線ですけど、チョーキングっていう技があるんですね。エレキギターとかの技ですけど、そうするとこういう、音程を変えるっていう技があるんですけど、みたいなことは、よくなんか、ロックギタリストがやっとるじゃないですか。こういう技をするためっていうのもあるんですけど、これがロックの特徴なんですよね。このビブラート、これで音を揺らす。クラシックはこれで音を揺らす。大げさに言うとね。そんな風に覚えておくといいと思います。なんで、どっちでもいいですよ。じゃあ、今回、ビブラート練習用フレーズ。このタブ見てください。これをちょっと練習していこうかなと思います。
ここで言うところの1弦の10フレットと2弦の8フレットの時に思いっきりビブラートかけようよという、そんな練習になっております。いきますよ。せーの。はい。こんな感じです。フレーズのタイミングを覚えてください。この後で仕上げになるんで、このフレーズが。せーの。はい。こんな感じです。今のはロックフォームでやったんで、今度はクラシックフォームで、せーの。でん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 。でんでん、でんでんでん。こんな感じですね。すごいね。すごいね、これね。全然この、同じビブラートなんだけど、このかけ方が違うというのは学びでしょ、皆さん。ちょっともう一回、今のフレーズゆっくりいきます。せーの。パン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 。パンパン、パパパン。ロックフォームで。パン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 。パンパン、パパパン。ということでございます。ガズさんはもうロック畑のロックフォームのもうロックフォームなんで、もうガズさんもうこのビブラートですね。すごいでしょ。よく聞くとこのフレット擦れる音結構聞こえてると思うんですけどね。はい、さっきも言ったようにここの中心にしといて、こうフレットにこう擦りつけるっていうかね、うん、そんなにバカ力じゃないんですけど、こうそれがこう気持ちがいいビブラートですね。で、片やクラシックフォームはもう本当にここにもう粘着して、こういう風に弦を、ね、フラ、結構これも指先痛くなる系のやつですからね。だからビブラートができるようになると、まあ、これは、ビブラートって例えば言うと、わかりやすく言ったら演歌でその拳ですからね。あーあーあーあああっていうやつです。あれを、で、だからこれビブラートも聞いてて、でーん、わん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 とか早くて、このスピード調整も自由自在ですからね。ね、この波を自分でデザインするのは、これがまた気持ちがいいやつじゃないですか。これがビブラートです。なんでちょっと練習してみましょう。2弦の8フレットでロックフォームで、せーの。クラシックフォーム、これ人差し指でもいいですよ。じゃあ1弦の5フレットね、ロックフォームだとこうなります。そう、あ、でここでちょっと言っとかなきゃいけないんで、ロックフォームだと、例えばじゃあさっき言った2弦の8フレットでやった時に他の音が結構なっちゃったりするじゃないですか。これ当たってるから、こういう風に動く時に3弦とかに当たっちゃうでしょ。そしたらだからね、こっちをね、音を本当は止めときたいんですよ。そうするときどうするかというと、見てて、この使ってない人差し指を余計なところにこうやって触ってミュートしてるんですよ、実は。これがなかったら、もういよいよ、この3弦の音聞こえちゃうくない？ほら。で、これを消すために、人差し指、こっちの人差し指をこう、ピトッとちょっと弦に当てとくんですよ。そうすると消えますから、ほら。すごくない？こういうのはミュートって言います。これは結構ハイレベルなんで、まあまあ、あんまり最初のうちは大げさにこうグッと揺らさなくて、まずはこの音の揺れを確認するっていうのがいいと思うんですけど、ちょっとね、深い話になりましたけど、こういう感じでビブラートっていうのはかけると。クラシックフォームとロックフォームでちょっとこの、かける方向が変わる。ロックは縦、クラシックはこう横、みたいな感じで思ってもらえるといいかなと。で、今から仕上げに入っていくんですけど、スライドとハンマリングオン、プリングオフとビブラート、全部混ざった弾き方で、さっきのこのビブラート練習したフレーズをやっていきましょう。じゃあこのフレーズ分析していきましょう。まず最初は、スライドから2弦の8フレットはスライド、ドーンって言ったら、次は1弦の5と7なんですけど、5と7の時はハンマリングオンを使います。ドゥンダンダランダンダンで10でビブラート。はい、もう一回いくよ。8 5 7 7、この1弦の5と7ハンマリングオンね。もう一回、せーの。はい、口で言うと、ダンダンダラダンダンです。せーの、ビブラート。じゃあ今度クラシックフォームでやってみましょうかね。せーの、こんな感じになりますね。じゃあ今度後半のフレーズ言ってきます。ちょっとデモ演奏させてください。後半のフレーズ、せーの。バンバン
ベレベン。ちょっとここ、一弦の7、5はね、早いんですよ。ダララン、3連です。18、ダララン。この、ダラの7、5の時に、今度はプリングオフです。7、5、2弦の8、はい。もう一回、後半ね。18、7、5、2弦の8、こんな感じです。これを合わせて、やっていこうと思います。せーの。はい。もう一回。はい。ほい。こんな感じです。もう一回。はい。もう一回。はい。はい。今のロックフォームだったんですけど、クラシックフォームでも同じように。はい。こんな感じで、できると思います。こんなのでちょっとまあ練習してもらうと、いいかなというふうに思いますね。これは、今ね、まあ練習の題材としてここではハンマリング音とか、ここではスライドみたいなことを言ったんですけれども、もちろん、そうじゃなくてもいいですよ。今のやつをちょっと順番変えてみると、全然、全然、みんなスライド入れてもいいですよ。こんなのでもいい。要はその自分がどういう風に表現したいかっていうので、こういう技を織り交ぜて自分のこの感情表現に使っていくわけなんで、これをやりなさいっていう指令っていうよりは、それを自分で組み合わせて自分のこのメロディーを、考えていくっていうのがね、このメロディーを弾く時のこの歌もそうじゃないですか。歌の例えばソウルシンガーとかってアドリブを聞かせたり、ビブラートを緩めたり早めたりするみたいなのをここで表現する、その引き出しがいっぱいある方がそういう、感情表現が出せるということで、まあ、その代表的なこの3つを今日はまあ紹介させていただいているよということなんです。なんで今ガズメロで取り上げている、曲あるじゃないですか。乾杯だとか糸だとか、レッドイットビーとか、それでこの技をちょっと自分で入れられるところに入れてみる。これがねすごくいいと思うんですよ。例えばレッドイットビーだとすると、レリピービブラート、レリピー、ここスライド、レリピー、ここハンマリング音がいいよね。あ、プリングオフか。レ、レリピー、レリピー。ここも、レリ、スライド、レリピーとか。まあ、こうやって自分でデザインしていくんですよ。ここはスライドにしようかな。ここはハンマリング音とかプリングオフがいいかなとか。ビブラートここでちょっと、たっぷりかけようみたいなのを考えていくのが一個の、また次のステップですね。なんで、まずは最初はフレーズのね、この順番、タブを見て、まあ、覚えてもらって、その後そういうね、お楽しみが山ほど待ってるぞと思うと、結構テンション上がりませんか。はい。今日はだから基本中の基本だったんですけど、なんかこう参考になるように、このいろいろ、タブ譜で、練習フレーズも、掲載しておいたんで、ぜひ見てください。で、一応ですけど、はい。ノートにね、今の練習フレーズ、書き出しました。で、これ今見てもらったやつと一緒なんだけれども、ガズクラブでこれゲットできるようにしておきますんで、もしガズクラブでこの楽譜見たいなという方、これ書いた方が早いと思うけど、一応ダウンロードできるようにしておきます。ガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで書きまくってきたもう弾き語りのね、もう膨大な数も1000曲以上ありますよ。その中から毎月5曲お手元にダウンロードしてもらって、もう即座に練習ができるよという画期的なサービスなんですけど、この5曲ダウンロード以外にも、メンバーだけが参加できる月2回の大セッション大会、画像音があったりとか、もうとにかくめちゃくちゃ面白いことになっています。あとちょっと違うけど、ガズレレ大学っていうのがあって、そっちはねもうかなり濃厚ですよ。大学ですから、もうみんなで毎週2回のライブ配信で、YouTube メンバーシッププログラムというのね、毎月590円で毎週2回ライブ配信、まあ濃厚にやってます。16ビートとかカッティング練習するぐらいの人が楽しめるやつやっていたり、ラジオ配信ガズラジ毎朝7時半からね、いろいろ面白い話してますんで、これもねいろいろチェックしてみてください。この辺概要欄に貼っとくんで見てもらいたいんですけど、まあまあこんなのもご活用していただきながら、いろいろこう音楽の幅をね広めていってくれるのがいいかなというふうに思います。で、弾き語りの方のガズレレはもちろんね、バン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 これからも公開していくし、このガズメロもですね、かなり今後ちょっと増える可能性が出てきてるんで、まあ、この辺で一回こういろいろ技をね、ご確認していただくのもいいかなということで、お楽しみにしておいてください。で、
今、今日までですけど、愛知県にある、健康の森公園というところで、Gラボウクレレの、ポップアップショップをオープンしてます。ちょっとね、ギリギリになるかもしれんけど、もし行けそうだったら顔出してみてください。よろしくお願いします。で、11月11日にガズレレの日というイベントが東京渋谷で開催されるんですけど、ありがとうございます。ソールドアウトでございます。嬉しい。で、チケットはもうゲットできないんですけど、この日の午前10時半から11時半まで、誰でも参加できる、このポップアップショップがオープンなんですよ、Gラボの。なんで、チケット持ってないけど、ガズレレのウクレレ弾いてみたい、チェックしてみたい、触ってみたいという方、入場無料ですからね、もちろん。10時半から11時半、東京渋谷の東京カルチャーカルチャーの、お越しください。試し弾きし放題ですからね、待ってますよ。そしてイベント本編に参加される方は、最高の時間一緒に作り上げていきましょう。もうあとちょっとです。楽しみです。よろしくお願いします。さあ、そんな感じで今日はちょっとね、面白い、これから音楽またさらに輝いちゃうねというね、濃厚レッスン動画を公開してまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。音楽は聴くよりやる方が楽しい。どんどん音楽やって楽しんで、今度周りの方にもぜひこの楽しさ、広げていってください。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。